t-41 メスカレロ t-41AT-41 はセスナ社の172回スカイホークを回収したアメリカ空軍の並列複雑諸島練習機。名称はメスカレロ。4万機以上が生産されて世界的ベストセラーとなった原型機同様、700機以上が生産された名機となった。アメリカ空軍は1960年から 操縦訓練過程をすべてジェット化し T-37 トーイートと T-38 タロンの2機種で行っていたが、初心者にはリスクが高く経済性も悪いという問題点があった。そしてベトナム戦争により経費削減とパイロットの大量要請が必要になったため、再びレシプロ練習機で初等訓練を行うことにした。ただしあくまでも、 ごく初期段階の訓練で適正のない訓練性を振い分けることを目的としていたため、極技飛行能力は求められず既存の軽飛行機の転用で十分とされた。こうして、セスナ社の172回の回収が高 T-41A メスカレロとして採用され、1964年9月から211機が引き渡された。 これらの機体は民間に委託する形で運用されたため民間の登録番号が与えられ、教官も民間パイロットが担当していた。また、アメリカ陸軍が2-1バードドックの後継機として導入した T-41B はエンジンを出力強化型に換装し、後方通信装置も陸軍仕様に変更されていた。t 十一 b は空軍にも 空軍士官学校用に T-41C として採用された。アメリカ以外でもエクアドル、ペルー、ギリシャなどが T-41A を採用。軍事援助計画向けの T-41D がアメリカの同盟国に供与され、その多くは現在も現役にある。なお、ベースとなったセスナ172も軍の練習機として広く使用されている。 アメリカ空軍では1994年から、後継機の T-3 ファイアフライが配備され、T-41 は空軍主管学校に残るのみとなった。しかし、T-3 は、軽飛行機とは異なる操縦特性ゆえに連続した墜落事故を起こし永久飛行停止となったため、現在もアメリカ空軍では、軽飛行機が初等訓練に使用されている。 T-41D ギリシャ空軍機 T-41 は無線機等の軍用機としての装備を除けば基本的に原型の172回と同様の機体である。エンジンは民間型と同じコンチネンタル O-300C レシプロエンジンを搭載したがプロペラスピーナと車輪のスパッツは付けていない。ありがとうございます。